どうも皆さんこんにちはおじいチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録者1万人を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価、低評価、辛辣なご意見、コメント、質問何でもお待ちしております。ということで今日なんですけれども今日はですね私が思った自分の感受性の芯という部分のお話をしたいと思います。感受性の芯とは何かというとまあ、今この動画内でお話しする感受性の芯の定義はまあ、自分が 本当に大事にしたいものであったりとかまあ自分が何を軸にして生きているのかということとさせていただきたいと思いますまあ最近の自分を見ていて思ったんですよなんか人に合わせようと一生懸命になっているんじゃないかなってもちろん自分の欠点だとか直したいなって思う部分を直していこうとする姿勢っていうのはいいことだと思うし自分がそう思ってるならそうすればいいと思うんですよ でもそれは本当に自分のためを思ってのことなのかそれとも相手に目が向いいてるんじゃないだろうかそのように考えましたそしてその時思ったのが本当の自分というか自分が大事にししたたいいことっってて何なんだろうって思いました人の目とかを気にしすぎてあの人はどう思うだろうこの人はどう思うだろうそんなことを考えているうちに自分が大事にしたいものを見失っていることに気づきました。 そして今、私が思う自分の感受性のシーンというのは笑顔だなって思ったんです <laughs> そうそして笑顔であることと同時にまあ自分を表現して自分の元気良さだとか明るさそういったことを発揮して自分と関わる人にほんの少しでも明るさとか幸せを感じてもらいたいそう思いましたもちろん全ての人に届くはずはありません なんだこいつ鬱陶しいなそうやって思う人も必ずいますし私もすべての人に届いてほしいそんな風には思っていないですいや厳密に言うと思ってるんですけど受け取ってからの相手の態度っていうのは相手の問題なので自分は考えないようにしたいと思っていますまあ大層なことを述べているように聞こえるかもしれないんですけど結局は笑顔でありたい自分がそうありたいそれが一番大きな 感受性の芯なんじゃないかなって思いました人の目を伺ってこうなんじゃないかああなんじゃないか何か間違ってないかなあんなこと言ったらダメだったかなとかそうやって自分をなくししてていいって相手にに合わせよよううととととすするここは本当に苦しいことだと思うんですよそうやって新たな自分を発見して自分らしくある道を見つけていくっていうことも可能だとは思うんですけれども相手にとってどうかよりも自分にとってどうなのかっていうことを 考えていいきたいと思っていますというかそうやって生きていきます100%じゃない私や他の人視聴してくださっている皆様も完全な存在だと思います何も問題はない自分がどうありたいのかそれを胸に毎日生きていきたいです生きていきますということで今日は 自分のの感受性の芯についてお話ししましまた唐突すぎてちょっとねよくわかんない動画になってるかもしれないんですけれどもまあこういうことを考えてる日もあるということで今日もご視聴ありがとうございました皆様本日も一日お疲れ様でした明日も良い一日をじゃあね